ナンバー、アイファンの愛が限界を超えた。ファンの熱狂が醸し出す危険な雰囲気。こんにちは、みんな。ナンバー、愛の最新情報をお届けします。昨年10月にデビューしたグループ、ナンバー、愛のメンバーが、ファンの熱意と愛ゆえに事件に巻き込まれたことが分かった。舞台裏に戻って、一部のファンがどこまで到達したか、そしてそれがメンバーにどのような影響を与えたかを見てみましょう。平野ジング神宮裕太。 キー歌からなるサブグループナンバー、アイナ元旦に初デジタルシングル、ゴートでデビューした。その成功はまさに爆発的で、ゴートのミュージックビデオはわずか3日間で1000万回再生を突破、27日時点でなんと3000万回再生を突破し、この大成功を受けてファン待望のファーストシングルの発売と予約販売が決定した。すでに始まっています。しかし、その一方で、 ファンが法に触れてしまうほどの恋愛に陥るケースも増えているようだ。昨年10月にはスノーマンのロケ地を訪れた養殖業者が特定され問題となった。そして、ナンバー、愛のメンバーがホノルルに到着した時の一部のファンの行動は非常に緊迫した状況を引き起こしました。この日、羽田空港の到着ロビーは熱狂的なファンで混雑し、 中には通常とは別のルートから専用の入り口を使ってメンバーの元へ行こうとする人もいた。状況を解決するために警備員が仕切りを設置したところ、混乱が生じた。驚くべきことに、ファンがパーティションを乗り越えてメンバーに近づこうとし、乱闘に発展するケースもあったという。警備員らは秩序を維持しようと全力を尽くしたが、ファンの興奮は収まる気配がなかった。事態は一時的に沈静化したが、 メンバーらが公式駐車場に消えるとファンが飛び出し、立ち入り禁止の標識を無視して公式駐車場に流れ込んだ。このような状況は平均的な乗客にとってイライラするものであり、愛が極端になりすぎた場合に何が許容されるかについてはファンの間でも意見が分かれるだろう。ファンは一瞬でどこまで行くでしょうかナンバー、愛の成功は驚くべきものであり、ファンの熱意も彼らの回となっています。しかし一方で、 ファンはその熱意が危険になり得ることを理解し、節度を持って応援することが大切です。最後に、この出来事から私たちは何を学ぶべきでしょうかこの事件はファンとアイドル、そしてアイドルとファンの関係について考えさせられる。これがエンターテインメント業界全体にどのような影響を与えるか楽しみです。ファンの皆様、アイドルへの愛は素晴らしいですが、その限界を超えないようにしてください。次回開催時には、 より安全で楽しいイベントをご提供できるよう努めてまいります。次回お会いできるのを楽しみにしています。